たまたま一緒の飛行機で帰る。うんうん。そうそう。えすごいですね。チケット一緒です。チケット一緒なんですか。チケット一緒です。すごい。付き合ってらっしゃいますね。いやー、햇살チキンだ。안녕하세요여러분 제가지금어디에있느냐히로시마에있습니다히로시마네제가오늘약속이있어요무슨약속이냐헤이치치치 장난이고요 일본시골시리즈초창기때배타고시모노세키로왔었다이거네거기서이제오다까지쭉올라가는그여정을제가여행기로담았었는데그중간에게스트하우스에서알게된분이있어요예사실어제게스트하우스에서친해진분이계시는데잠깐그분꼬셔볼까같이가자해볼까왜냐면그분도일정이없었거든요그분출신이히로시마다근데마침어머나히로시마에있네그사람도히로시마에서지금일을하고있습니다예8시에만나기로했는데요지금시간6시전가그래도갑작스럽게만나면오프닝은못할수가있거든요그래서지금이렇게미리따도는겁니다네그분이또여기로컬이다보니까좀맛집이나그런데좀데려가준다고했거든요네그래서소개받아보려고제가히로시마를잘몰라요그래서소개받아보려고지금이렇게나왔습니다네진짜머리보면볼수록개파이네아빨리좀말랐으면좋겠다드라이기하기귀찮아가지고그냥나왔거든요아무튼일단오프닝은이정도로하고나중에그분만나가지고다시카메라를켜보도록할게요하이야아우아우정말어머어머어머아이고こんばんは こんばんは久しぶりです와結構迷わず来れたいやよかった車待ってくるとは思わなくて普通に駅の近くで食べてからお別れだと思ったんですけど、まあ、そんなね行こうと思ってるお店も遠くはないかなちょっとここで緊急事態なんですけどもともと行きたかったところがここから車で10分とかだったんですよそこのオーナー仲良くて、まあ、そこ行こうと思ってたけど、うん、今日店おらんくて3号店におるって言われてちょっと離れてるんですよああどっちがいいかなと思ってああどこでも大丈夫どこでもじゃあちょっと味でいこうはいあちなみに自己紹介できますちょっと遅いんですけど恥ずかしいな恥ずかしいそうですね京介です出会ったのは先月ですよね先月僕がバイクで一人で島根の増田ってとこに行ってたまたまゲストハウスで一緒になりましたはいそういうことですそういうことです明日韓国行きますはい一緒に韓国行きますあ、もう準備できてます。もうできてます、できてます。いやー、よかった。3日でしたっけ ?3 日、そうそうそう。見える。どうやって止めるんこれ。えん？あ、黄色の？そう、黄色の。おー。縦列っぽくすればいい OK こんばんはこんばんは、いらっしゃいませお待ちしておりましたわー、すごいお好み焼きお好み焼きのお店来ましたおいしそう絶対おいしいよあ、여기おもおもいい완전、うわすごい、やっぱりローカルの先輩からいやお願いしますすごい選んでくださいお好み食べるの初めてですかいや、広島は初めて初めてかはい、初めて初めての人何食べたら広島は初めてだったら元祖広島焼きです元祖あでも何が好きかにもよるんですけどこれもちょっとホルモンとガーリックでキスできなくなるやつチューできなくなるやつお年寄りが好きなのは元祖でハングリネギマヨとか若者が好きっすね任せますネギマヨとガスをいただきましたやだーわー気をプラスかなよキャベツはい、キャベツパフォーマンスすごいキャベツ普段こんな感じですかこんな感じです冷静に行こう今回こんな感じです名前です聞いてます聞いてますで愛情も入れてきますねこの愛情をどうやって包むかと言いますと肉で封印しますね愛がありますからおお。変なパフォーマンスしてて味変わりそう
そんなことないです。これあの広島名物のイカ天ですね。イカ天。イカ天。おまけにもう一枚。おお、ありがとう。イカ天です。イカ天。広島はイカ天が名物。おお。ドリンク何も買おうしますけど、コーラ今空いてますけど、コーラとか。あのお好み焼きと合うお酒とかあります。あるのかな。あったらそっち行きたいんです。どうしようかな。ハイボールも欲しいですけどね。これで食べるんだったらいい。ではビールで行きます。ビールで行きましょうか。はい、ビールで行きます。こんなの初めて見ます。ハプニングもいいよね。あ面白いですね。だから整理します。いや、なんかすごいお酒っぽい。ありがとうございました。ありがとうございます。ビールです。はい。ただいまーす。乾杯。住まれてるのは韓国で。一番韓国です。そうなんですね。はい、すごいですね。すごいですか。地元なんですけど。当たり前の。いや、韓国行ったり、日本に行ったりとか、ノリで来ようかなと思って。ノリで行く感じなんですね。そうですよね。仕事しつつ。確かに日本人。ノリで韓国行きますもんね。これ明日から行くんですか。え、そうなんすノリで一緒に。たまたま一緒に飛行機で帰るもんな。うんうん。そうそう。すごいっすね。チケット一緒ね。チケット一緒なんですか。チケット一緒です。すごい。付き合ってらっしゃいますね。今回はこれからも頼んで。え、そうなんすよ。へえ。なんかまた頼んだんですか。これがメインが入るのが。うわ。あとこれがこっちに入るんです。そうです、そうです。あ、逆に言ったらこっちがこっちに入ります。あ、結構テレビに出たりする。そうですか。顔がいいんで。いや、いいんじゃないですか。いや、何回も出てくる。いや、こちらがふわっと食感の元祖広島焼きから失礼いたします。元祖広島焼きです。こちらが若者人気肉玉そばのパリパリで仕上げておりますネギマヨです。どうぞ。ありがとうございます。召し上がりくださいませ。色にとってそのまま食べるのが広島焼き。そのまま？熱くないですか？熱い。でも我慢して食べる。広島焼きは我慢。そうなの。いや、おいしい。普段絶対言わんのに、ここで絶対言っちゃいけんの。広島焼きで言っちゃいけんやつですね。絶対言っちゃいけん、絶対言っちゃいけんですね。絶対言っちゃいけん。だってお好み焼きって広島の発祥っていう説と、うん、大阪発祥っていう説なんで。あ、まあ、これは大阪人、広島人がよく喧嘩しがちなんですよ。あ、で、大阪のお好み焼きと広島のお好み焼き一緒にしてほしくないんですよ、お互い。あ、大阪の方がうまいんじゃって、関西の方がおいしいんじゃって言うんですけど、はい、まあ、広島人は広島のお好み焼きに命をかけてるから、エセ広島人が来た時に、あ、広島焼きください言うんですよ。おー、ほらー言うて。それも広島に広島焼きって言ったらダメです。あ、気をつけてよ、皆さん。はい、気をつけて。やりました。めっちゃ美味しい。美味しいです。アンチャーコー飲むとは半分ね。ソースが強いんじゃないかなと心配したらそうでもなくて、いや、すごいちょうどいい感じ。美味しい。大阪でもこうやって食べるんですか。これヘラ使ったの。大阪もヘラで食べます。ああ。食べ方が大阪は食べやすいんですけど、広島は三角形を切っていただいて、広島人は最初出だし、まあ、ここの円形あるじゃないですか、うん、三角形に切るんですよ。で、これを食べ終わったら、三角形をどんどん崩していくんです。このあで一口サイズにしてもらって食べていくと、そしたら食べやすく、そしたらどん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 なくなって、はい、頭使う食べ物。そういうこと。これをかけて一味、あの、めちゃくちゃ合います。おお、おすすめ、おすすめ。はい、お気をつけて。確かにあと1日で、うん、まだ昼間。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。あ、はい、
ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。面白い。どうした？いや、美味しかったです。面白いし、美味しかったし、味は美味しいんですよ。本当に、はい、本当に美味しかったです。よかった。一つ思い出ができたら嬉しいです。思い出になりました。ありがとうございます。いや、ずっとホテルかスタバしか行けなかったんで。また来てください。はい、もちろんもちろん。はい、ではまた明日。ありがとうございます。やっほー。バイバイ。차가있으면역시편하긴편하다。広島에서정말좋은친구가생겨서너무좋네요。예、오늘이렇게친구가되신분이라어떻게오코노미야키잘먹고잘들어갑니다。広島그렇게제대로된관광을못했는데그래도마지막날을이렇게뭐먹을거라도하나제대로된거먹을수있어서정말다행이네요。정말좋은사람들좋은곳좋은것만보고가는것같아요。이래서계속일본오는걸수도있고힐링이되니까。아무튼그럼저는진짜영상끝내보도록하겠습니다。봐주신여러분들감사하고저는다음영상에서뵙도록하겠습니다。안녕。부탁하려요。じゃあ、豚箱追加で増量と、あと、もやしを2袋。何の踊りですか？あとは、一緒なんですか？なんか、レモン、水、何だ？流行ってたやつ。なぁ、なんで？日本で流行ってたやつ。なぁ、なんで？何かは知らん。味知らない。もう知らないですね。2つ玉ぐらいあればいい。あ、なんか、よく見たら分かる。分かった。じゃあ、それと。